2月15日町田調理師専門学校で暮らしに役立つ知識を学ぶ教室が行われました。町田市消費生活センター運営協議会が主催しているもので、今回は町田調理師専門学校の講師から料理を学びます。作る料理はアジの煮付け。はじめに講師から包丁の使い方やコツについて話がありました。私の手も肉です。押しただけじゃ切れないんです。動かしたらもう血だらけになっちゃいます、包丁はまず動かすっていうことが大事になってくる、火を入れて下ろす。その後アドバイスを受けながらアジの三枚おろしに挑戦します。真ん中まで、ここに包丁を入れる、ここに。参加者は苦労しながらも見事三枚おろしに成功していました。難しい順番覚えたつもりでも全然ここ立つともう順番が分からなくなっちゃいますね。最後に鍋で煮詰めたらアジの煮付けの完成です。前からお魚をおろすそういうなんか講習会みたいなのあったら参加したいなと思ってたんで、今回すごいいい機会で楽しかったです。でお味も美味しくて良かったです。まあ、その先生が言ってるその包丁を引くっていう動かすっていうあのことがなんか理解できたかなと思いました。あの最後の強火で煮るということは初めて知ったんで、まさに目から鱗でした。本当に感動しました。ありがとうございます。